日本が持ってきた、まあ、柴犬の終生の血の入った、緑覆輪、まあ、緑心の後輩の F2 になりますね。まあ本当に一般の人が見たらこんなつまんない薄い色っていう、まあそういうのはいつも言ってるにも分かるんですけどね。まあ亀山さんのとこで、柴犬だとかって言った時に、柴犬のベタで完成させるっていうことじゃなくて、先に進めるために、まあ朱だとか赤の血が入ってる、まあそういうことで、どんどん進めていくわけですけど、まあこれ朱の色、まあ溶き色、そういうのを両方に、出してくれる中間色なわけですね。もう亀山さんとか私とか女房なんかはみんなこういうので交配してますから、濃度の先分け、まあそういうのを考えた時には、こういう中間色をうまく出してくれるような、そういう系統のやつを使うってことですね。まあそうは言ってもね、交配やらない人はわからないし、展示する人はこんな花を展示したところでね、こんな薄ぼけた花ってみんなに言われるのが尺なんでしょうからね。まあそれは仕方ないですけど、交配する人にとってはですね、こういうのが先に進む、いろんな可能性を秘めている、まあそういうことなんです。まあ亀山さんもこういうのを拾えるようになった、そういうことをとっても褒めてくれてますし、まあ実際にこういう交配で亀山さんのとこどんどん新しいタイプが出るんですけど、まあいずれにしましてもですね、これで綺麗な花がきっと、日本を 綺麗な花をですね、日本が作ると思いますね。